この動画では、石面濃度等の測定について説明します。この動画の概要です。元受け業者及び自主施工者は、除去等作業する石面含有建築材料の種類ごとに、作業期間中、作業終了後の石面濃度等測定の義務があります。 測定を行う場合は、赤面排出作業による大気の汚染の防止に関する指導基準に従って、測定箇所と頻度を決めてください。測定の結果、1本パーリットルを超過した場合は、直ちに市に連絡し、応急措置を実施してください。また、状況と応急措置の内容を速やかに市に報告してください。 測定結果は工事が終了した日から3年間保存してくださいまず赤面濃度等測定の概要です市場例における赤面濃度等測定の義務はこちらの表に示すとおり作業を行う赤面含有建築材料の種類ごとに 異なっています。吹き付け石面や石面岩有断熱材等、いわゆるレベル1、レベル2建材は作業期間中と作業終了後の測定が必要です。石面符と作業対象面積が1000平方メートル以上の石面岩有セメント建材については作業期間中のみの測定となります。 赤面を含有する仕上げ土材や下地調整土材は測定の必要はありません。赤面濃度等測定の方法と注意点です。測定は、赤面にかかる特定粉塵の濃度の測定法、平成元年環境庁告示第93号で実施してください。また、 石面含有建材にクリソタイル以外の石面が含まれるときは最新の環境省のアスベストモニタリングマニュアルに準じた方法で位相差顕微鏡法や電子顕微鏡法などで測定を行ってください。位相差顕微鏡法での測定において総繊維数濃度が1本パーリットルを超えたときは石面繊維数濃度を確認してください。 作業期間中と作業終了後の測定日と頻度です。作業期間中では原則として長距離等の作業の初日に測定を実施してください。また長距離等の作業が7日を超えて実施される場合は原則として7日までごとに1回以上の頻度で測定を実施してください。作業終了後は 原則として、隔離シート等の撤去を完了した日、または、翌日など、速やかに測定を実施してください。赤面濃度等測定の記録と保存です。測定の記録と保存ですが、こちらに示す項目の通り、資料採取時の記録と測定結果の記録をしてください。記録の保存は、 こちらに掲げた項目を明らかにして、工事が終了した日から3年間、保存してください。応急の措置、及び、報告です。作業を実施する中で、石面が飛散した時、または、飛散する恐れが生じた時は、直ちに、市に連絡し、応急の措置をとってください。 ここで、石面が飛散した時とは、石面繊維数濃度で、1本パーリットルを浄化した場合が挙げられます。また、石面が飛散する恐れが生じた時とは、総繊維数濃度で、1本パーリットルを浄化した場合や、通常の作業においては、想定し得ないような経緯によって、シートが大きく破断し、作業上の 負圧隔離が解除されてしまう状況。囚人廃棄装置の明らかな不具合が確認される場合などが挙げられます。市に連絡し、応急の措置を取った後は、速やかに状況と応急の措置の概要を市に報告してください。続いて、負圧隔離用場における。 吹き付け石面、石面岩有断熱材等の除去等作業による測定箇所などです。測定箇所です。こちらの表に示す通り、作業期間中は、囚人排気装置の排気口、セキュリティゾーンの出入り口、敷地境界付近となります。作業終了後は、 作業場内の適切な箇所となります。また、隔離を解く前の確認を行う方法として、測定を実施してください。測定の時期ですが、吹き付け石面や、石面岩有断熱材等を除去した後、除去した下地や骨材に、粉塵飛散防止処理剤を散布してください。その後、 作業場内の清掃を行い、囚人排気装置を必要時間稼働させた後、総生位数濃度が十分に低下したと考えられる時点で測定を実施してください。なお、測定するときは、囚人排気装置を稼働させた状態で実施してください。測定箇所は、囚人排気装置の吸引口付近において、 補修してください。測定方法は、移送顕微鏡法、または、繊維上粒子自動測定器で、実施してください。隔離を解く目安は、1本パーリットル以下となります。1本パーリットル以下とならない場合は、再度、飛散防止剤を散布し、囚人排気装置を、必要時間稼働させた後、測定してください。 複数の作業場がある場合の測定箇所です。まず、作業期間中の囚人排気装置の排気口とセキュリティゾーンの出入り口です。こちらの図に示す通りの箇所で作業場ごとに測定してください。なお、作業場にセキュリティゾーンが複数ある場合は、セキュリティゾーンごとに測定してください。 また、囚人排気装置が複数台あり、排気口が複数ある場合は、排気口を集合させて、測定箇所を一つにまとめることができます。次に、作業期間中の敷地境界付近です。こちらの図に示す通りの箇所で、測定をしてください。同一の敷地内において、 複数の作業場がある場合は、作業場ごとに4方位の敷地境界付近の測定を実施してください。複数の作業場において同時に作業を開始する場合は一括してまとめることができます。また、建築物等から敷地境界までの距離が離れている場合は、建築物等の周辺でも、 測定箇所とすることができます。次に、作業終了後の、作業場内の適切な箇所です。こちらの図に示す通りの箇所で、作業場ごとに測定してください。次に、測定頻度です。こちらは、作業場が、 3つある場合の工程の例に対して測定日、測定箇所を示したものです。作業期間中は作業場ごとに中距離作業の開始時に作業期間中の測定をしてください。中距離の作業が休校を含めて7日を超える場合は 7日間隔の初日に作業期間中の測定をしてください。長居等の作業が終了し、養生撤去の前に確認のための測定を実施してください。作業終了後は、隔離シート等の撤去を完了した日、または翌日など、速やかに 作業終了後の測定を実施してください続いて負圧隔離養生がいらない赤面含有断熱材等の除去等作業による測定箇所などです測定箇所ですこちらの表に示す通り作業期間中は 作業場の出入り口と、四方位の敷地境界付近となります。作業終了後は、作業場内の適切な箇所となります。複数の作業場がある場合の測定箇所です。まず、作業期間中の作業場の出入り口です。 こちらの図に示す通りの箇所で作業場ごとに測定してください。次に作業期間中の敷地境界付近です。こちらの図に示す通りの箇所で測定をしてください。同一の敷地内において複数の作業場がある場合は作業場ごとに 4方位の敷地境界付近の測定を実施してください。複数の作業場において同時に作業を開始する場合は一括してまとめることができます。また建築物等から敷地境界までの距離が離れている場合は建築物等の周辺でも測定箇所とすることができます。 次に、作業終了後の、作業場内の適切な箇所です。こちらの図に示す通りの箇所で、作業場ごとに測定してください。測定頻度です。こちらは、作業場が3つある場合の工程の例に対して、測定日、測定箇所を示したものです。 作業期間中は、作業場ごとに、長距離作業の開始時に、作業期間中の測定をしてください。長距離の作業が、休校を含めて、7日を超える場合は、7日間隔の初日に、作業期間中の測定をしてください。作業終了後は、 隔離シート等の撤去を完了した日、または翌日など、速やかに作業終了後の測定を実施してください。続いて、グローブバック工法による、吹き付け石面、石面岩有断熱材等の除去等作業による測定箇所などです。 測定箇所です。こちらの表に示す通り、作業期間中は、作業箇所の金棒と、四方位の敷地境界付近となります。作業終了後は、作業箇所の金棒となります。グローブバッグを複数用いる場合の具体的な測定箇所です。 グローブバッグを用いて複数の箇所で作業を行う場合は複数の箇所を一つの作業場として扱うことができます。そのため作業期間中の作業箇所の近傍は一箇所とすることができます。合わせて4方位の敷地境界付近が測定箇所となります。測定箇所は こちらの図に示すものを参考としてください。また、作業終了後の測定箇所は、こちらの図に示す通り、作業箇所の金棒を1箇所とすることができます。測定頻度です。こちらは、グローブバッグを 5つ用いて作業を行う場合の工程の例に対して測定日、測定箇所を示したものです。グローブバッグを複数用いる作業の場合は作業場を1つとすることができるため作業期間中の測定は一番初めに除去等の作業を行う日に測定をしてください。また 作業期間中のすべての作業が休校を含めて7日を超える場合は7日間隔の初日に作業期間中の測定をしてください作業終了後はグローブバッグでの作業が終了しグローブバッグの撤去がすべて完了した日または翌日など速やかに 作業終了後の測定を実施してください。続いて、積面符と対象使用面積合計が1000平方メートル以上の積面含有セメント建材の除去等作業による測定箇所などです。測定箇所です。 こちらの表に示す通り、作業期間中は4方位の敷地境界付近となります。なお、建築物等から敷地境界までの距離が離れている場合は、建築物等の周辺でも測定箇所とすることができます。作業終了後の測定は不要です。複数の作業場がある場合の、 測定箇所です。作業期間中の測定箇所は4方位の敷地境界付近です。こちらの図に示す通りの箇所で測定してください。なお、作業場ごとの測定は不要です。測定頻度です。こちらは作業場が 三つある場合の工程の例に対して測定日、測定箇所を示したものです。作業期間中の測定は一番初めに作業を行う日に測定をしてください。また作業期間中のすべての作業が休校を含めて7日を超える場合は7日間隔の初日に 作業期間中の測定をしてください。以上で、赤面濃度等の測定についての説明を終わります。ご不明な点灯がございましたら、こちらのお問い合わせ先にご連絡ください。ご視聴、ありがとうございました。